貨物車両搬入口2012年7月、広島貨物ターミナル駅は、広島県広島市南区東駅町にある、日本貨物鉄道山陽本線の貨物駅である。書類上は、ゲイビ線も乗り入れていることになっているが、現在は、ゲイビ線から当駅への出入りはできず、運行時刻表にも当駅の欄はないため、単なる山陽本線との分岐点という扱いになっている。 西日本旅客鉄道の広島運転所や天神川駅に隣接している。南区内に松田の工場があるため、発着貨物に自動車部品の割合が多い。2013年3月16日現在、下り列車は1日18本停車する。うち6本は当駅終着、7本は当駅始発、5本は停車列車である。行き先は当駅始発列車が、 大竹駅、岩国駅、新南洋駅、宇部駅、下関駅。停車列車が、福岡貨物ターミナル駅、鹿児島貨物ターミナル駅である。上り列車は1日19本停車する。うち3本は東駅終着、3本は東駅始発、13本は停車列車である。行き先は、くだ名古屋、西浜松駅、沼津駅、東京、 越谷、倉賀野駅、宇都宮、仙台、新潟、札幌のいずれかである。ありがとうございます。